りしてんだよ、おら。その女こっち渡せ。こっちは急いでんだよ。ああ、なんだお前。兄貴、目立つぜ。こんな場所ででけえ声出してるとな。それがどうした。お前に関係ねえだろうが。その女、こいつらに襲われてたのか。はい、こいつら無理やり拉致ろうとしたんだと言っているが。だからそれが何だってんだ。文句でもあんのか、おら。何やってんだ。この胸のダイモン見てみろっつってんだ。ああ
兄貴。ちょっとお客さん。ん？うちはビジネスホテルじゃないんだよ。カプリ以外はお断り。え？どういうことだ？あんたたちどうせろくな商売してない人たちでしょう。うちの部屋使って犯罪まがいのことされても困んのよ。要は目的がはっきりしてないとダメみたいですね。ねえ、おばちゃん。はい。カップルじゃなきゃダメなんですよね。そうですよ。いや、私と兄貴はラブラブなカップルだから問題ないでしょ。おい。普段はカッコつけてるけど、たまにはイチャイチャしたいのよ。ああ、あんたたち、そうだったの。はいはい、それならいいわよ。今この401しか空いてないから、安い分狭いけど我慢してね。どうもす。エレベーター奥にあるから、ごゆっくり。神田も確か4階でしたよね。ああ、でかい組織の親分なのに金ないんすかね。さあな、自分で金出すのが嫌いなだけなんじゃないのか。タグ、いつまでやってんだお前。おい、つい、すいません、すいません。ここですね。うん。遅いやないか、姉ちゃん。何やお前ら。まだことも始まってないようだし、少し時間をもらえるか。誰やお前。東城会四代目、桐生一馬だ。何やと。これはこれは四代目、なんでこのようなとこまでわざわざ。あんたに聞きたいことが。敵が来たぜ。上と下はどっちに行ったんだ。兄貴、俺はこいつら倒した後下に行ってみます。兄貴は上に行ってください。わかった。せーあー